今の日本の車っていうのは自動車メーカーさんが発売するものっていうのはそれだけでも完成した車が多いんですけれど、それをもりより自分の好みに合わせて、内装、外装、それから、いわゆる電気関係、足回り、そういったものを独自に自分の味付けで、改良していくことができるパーツが展示されていますので、自分で好みのものをチョイスしていただいて、それを自分でつけてオリジナリティを持った車にそれぞれしていただきたいという感じですね。反響はあまり良くないですね。家変えたねとかそういうもっと違うことに使えたんじゃないかっていうそんな感じですね。